シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ロックの件は超究極ルナティックやってくっていうことで。さあ、というわけで今回は超究極ルナティックやっていきたいと思うぜ。さあ、まずは初見でガチパで攻略して、後半あたりでワンパンとかもやってみますか。さあ、というわけで、今回のギミックは、敵間での弱点移動と、敵にいっぱい触れると攻撃力アップ。まあ、握りたまたまの、同じシステム。だからね、今回いっぱいたまたまがあるでしょ？で、いっぱい上がっていって、触れて弱点殴る。うわ、すげえ出るな。すげえ出るな。多分、アムリタが強いんだろうな。まあ、友情コンボはそこまで。まあ、でも弱点が移動してんのか。じゃ、これを触れて、上にやって、あ、ごめん。ごめん。でも、まあ、倒せる。でも、やっぱり弱点ないと全然ダメージは入らない感じではある。さ、で、次はどんな感じか。ああ、いっぱいたまたまと、つくよみがいる。おそらく、蘇生だろうな。まあ、一気に全部はしてこないと思うから、うん、まあ、1体ずつとかだと思うけどな。だから、ちょっと、2体処理してみますか。まあ、いければ、右も倒していきたいけども、いけるか、直し。まあ、それで1体でしょう。まあ、今回は、周回系だからな。あ、オッケー。それでは、倒していきますか。ない、オッケー。こんなにいっぱいね、女の子がいるクエストで、たまたま方式は、ちょっとどうかなって思うけどね、なんか何がとか言わんけども。さ、で、次。ラティックの横にたまたまが2つあるけども、あれも利用して、あ、ごめん !3 個だったわ。3個あったわ、たま。で、これで上がっていく弱点を、うまいこと殴れない。まあ、下のやつを結構早めに倒したりして、まあ、蘇生すると思うけども、なるべくボスに弱点をずっと出せる状態をキープしたりして殴っていけということなんだろうか。なんかスピードアップすごい上がらね。あ、グンワル強いわ。やっぱり、ノンノ思ったけど、この人、何なんだろうな、ノンノって。まあ、重心化した時ってめちゃ強かったじゃねえか。マジ結構ノーアルほんとやばかったのよ、当時。重心化して。で、それが、時代の流れとともに、ね、環境に追いつけなくなっていったのに、また復帰しているという。オッケー、ボスやっとこう。なかなかすごいな。そう考えると、本当に。で、これでいいか。うん。で、倒す。え、完璧すぎん。まあ、最近で言うと、アーキレット。で、この、超究極。なんか不思議だな、なんか。そのクエストがもうちゃんと用意されれば、またこういうね、復帰できるっていうのが、すごいわ。で、ノーマルの SS 打つと多分ね、ゲージ飛ぶぐらい出ると思うよ。それが強い。で、殴っていく。はい、いや、ギリギリ殴れない。あ、いかい。うおまあ、グンアルも、まあ、息長いっていうか、まあ、最近はそんな感じじゃないけども、やっぱノーアルは目立つな、本当に。あ、で、打ちますか。ここたまたま二つですね。で、かましていく。うん。あんまり。あー、オッケー。いいよ。ま、いいでしょう。で、ここで、ノーマルの SS をぶちかまして、まあ、飛ばす。まあ、一段階目だからな。ちょっとどうか。
ぐるっと回っていっぱい触れて最後に弱点つく。オッケー。次のゲージが、まあ、3分の2、4分の3ぐらいか。4分の3ぐらいな雰囲気、イメージ。あ、ごめん、半分だった。うん、半分。なかなかやる。で、でもこのでかいのにも弱点来るよな。なんか、怖、なんか、ちょっと、アーキレットの話してたから、左下アーキレットかと思った、マジ。なんかちょっと見えない、そういう、ぼやーってしてみると。さあ、ということで、まあ、そんなに難しくないね、やっぱり。ね。まあ、でも結構時間かかるな。ジークもこんな感じだったっけ？行ってこい！いい、オッケー。でも、この方法は、このギミックはすげえワンパンしやすい。いっぱい触れて、最後にドーンってぶちかませばいいから、やっぱり、まあ、反射だけど、クガとかやってみようか。さあ、というわけで、今回、クガを使っていくんだけど、敵内部弱点だから、さらに SS 短縮もしたいから、ということで、なんと重心化回の方がおそらく活躍する可能性がある。というわけでやっていこう。まず、ダウトやるんだけども、パックもいいかもね。SS 短チャージ M があるから、多分、クガうまくいきすぎると短縮あるけど、結構たまらない可能性が全然あるんだよな。だから、その、足らない分を、まあ、パックとかの、チャージ M とか、そういうので補ってもいいかもしれないと。で、このステージ。一応、倒しに行くけど、ここで突破してしまうと思う。さっき俺突破しちゃったんだよな、マジで。ここ、普通に行ってて。これがたまらなかったのよ。でも、普通に行けば全然たまると思うけど、何をしてんの？なんでその右下の弾を必要以上に殴ったの今。ドドコン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 って。やめて。マジ、壺入ったら危ねえから。笑い止まらんなるからやめてくれ、マジ。なんなのさっきの、後で見よう、もう一回。で、こうやっていく。はい。OK。で、まあ、クガでワンパンするから、SSR も使っていくか、みんなの。で、ちなみに、今の場所にいると、敵に挟まって危ないから、ちゃんと左のエリアに、クガを送っておく。あ、危ない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 。で、置いとけば、もうあとはもう、適当に斜め打てばワンパンできる。まあ、というのがさっき俺打ってきたのよ。そしたら、入れ番して敵2体でゴゴゴゴってなって、2フレ、まあ、ボスで、ギリワンパンできなかったから、3フレか4フレでいけるんじゃないかなと。オッケー。さあ、ここで、のんの打って、突破。行ってこーい。まあ、でも、こののんのが、重心化回すると、まあ、来年なんかな、今年しなかったから、化け物だよな。さあ、行きますか。もう、本当にじゃ斜めにもう、適当に何も考えずに弾いて、行ってこーい。オッケー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 。いや、クガやばいわ。
これが楽だな。さっきの処刑の時、結構時間かかったじゃないか、この後の戦いも。苦がですわ。他にもいけると思うけど。というわけで、お楽しみに、次の回で会おうぜ。あばよう。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼きって仕方ねえ。